ナイスバディエブリバディ、どうも皆さんこんにちは、藤代です。今回はね、前回の予告の通りね、徹底的にねウエイトの比較をしていくよ。ターボレーシングってさ、ボディ小さいでしょ。ボディ小さいからさ、中のメカとかの改造なかなか難しいんだよね。アップグレードモーターとかはあるけどね。ということで先生、ほらね、みんなも知ってる通りボディメーカーだから、ボディになんか細工してスピードが上がったり操作性が良くなったりしないかなってことを今回ね徹底検証していきます。まあ先生もね、まあ下手くそだからさ、だけど下手くそな先生がね一人でやって、タイムとか縮んだら早いってことでしょ。上手い人は分かんないけどさ、まあ、あくまで先生のレベルでね、この先生が作ったミニつくばサーキット、そしてタイムの計測にはスマホのね便利なアプリあるの、これ、ラップトラックスっていうのよ、ラップトラックス、これね使ってすごくね精度がいいんだわ。他のねミニ四駆用のスマホアプリとかだとね、測ってくれたりくれなかったりするのね。カメラを何かが横切ったらラップタイムを計測するよっていうソフトなんだけど、ソフトっていう、言い方おじさんだな、アプリなんだけどさ、これが一番、このラップトラックスが一番精度が良かったの。だから今回はこのミニつくばサーキットとラップトラックスと、この先生のへっぽこな腕前を使って検証していきたいと思います。では早速やってみんね。まずね、このターボレーシングね、最初のターボレーシング、C70 って読みます。そう呼ばれてるかどうか知らないけど、新型が C71 ってんだから C70 でないのかな、61だったりしてな、まあいいか。まずねこのノーマルを走ってみました。走ってる感じこんな感じ、まあいつもの操作感だよね。そしてねこのね10周回って、全部ね10周回って、やたらとね引っかかってばっかりいて、10周中ねまともなラップが一つも測れない時を除いては一発計測でいってます。でこの C70 のノーマルのベストタイムが8秒79だな。これ後でね一覧でお見せするからね、覚えてなくていいからね。はい、次行ってみよう。まあ、前回の動画でもね言ったんだけど、ラジコンすっごい上手い人いるんだわ。10分の1とか大きいやつのね、その人がさ C71 がね出た時にさ、これウエイト足りねえんじゃねえかって言うからね、10円玉乗せてみたりしたら結構変わったのね。ということで今回ウエイトの検証をやってるんだけれども、今度はねフロントに乗せてみる。でフロントに乗せてみるために、先生この軽トラのボディにちょっとねまた新しい細工をして、前と後ろに重りがね、これね釣り具屋さんで買ってきた重り、約 4g あるんだよね。約 4g の重りを乗せられる構造にして走ってみました。はい、フロントにね4g の重りを積んだ時の C70 ベストタイムがね9秒16、あれ下がっちゃったね。はい、次、今度はね前につけた重りを外して、この荷台のところにね穴ぼこ入れたからね、そこにはまるように作ったんだ。今度はリアに 4g の重りを乗せて走ってみた。なんていうかね、あんま変わんないんだけどね操作感的にはね。このね C70 リアのベストタイムが9秒26、また下がったね、だんだん遅くなんなおい。でお次が前後両方に重りを乗せてみました。前 4g 後ろ 4g 合計、8g だな。今先生そんな計算にもちょっと手間取ったな、今な頭ボケてきたな。このねダブルの重りね、C70 ダブルの重りでベストタイムが9秒19。そんな感じ。というわけで C70 はねなんか重りを乗せると遅くなるね。前だろうと後ろだろうとね、はっきり言って操作感にほとんどね変化が感じられないのね。何も変わってない感じ。ということはやっぱり車体が重くなったら遅くなるのかなと思って、ちょっとベンチマークにね前々回登場のガンタンクね、ガンタンク様にねお出ましいただいて、これでも走ってみました。記録はねベストタイム11秒46、遅いな。遅い上にでけえから、これなかなかねラップタイム計測大変だったんだわ。
ということはやっぱりこの C70 っていうのはね、先生の感覚からするとね、このヘッポコ先生の感覚からするとだよ、うん、あのね、最高速がだいぶ限られてるからウェイトによる変化というよりはなんかそういうのが少ないんだよね。箱出しの状態で最高速が遅いもんだからすごくバランスが取れててね、何もしないのが一番早いんじゃないかっていうね、うん、今回ボディレスでは計測してないんだけど、なんだったらこのね 2,3 グラムあるボディも外しちゃった方が速くなるんじゃないかなんてね思いました。ということで検証の結果 C70 は何もしないのが一番早いという、うん、まあこれもね検証のね成果ですからね、うん、何もしない方がいい、なんだそりゃみたいなね、うん、まあ検証の結果そうなりました。続きまして C71 ですな、うん、このね新型の C71 はねウェイトによる変化がすごく大きかったね。タイムがねこう違うのよ全然、ね、検証したかやったなーなんて思います。まず行ってみるね。 C71 には出力をコントロールできるスイッチがあるんだ。 20% とか 50% 100% なのかどうか知んないけどね、それでね遅くしたり速くしたりできるのさ。で先生前ねなんとなく感覚で言っちゃったんだけど、今回検証しました。 C71 の 20% で走ったのがこれ、うん、ベストタイムはね8秒09な、うん、やっぱりね C70 と同じではないね、うん、C70 のアップグレードモーターぐらいかななんて先生ね以前勘で言ったんだけ ど, どうアップグレードモーター知らないから分かんないけど結構速い、うん、C70 の 20% でも8秒09、これぐらいのね最高速だとねフルアクセルでハンドル操作だけでいけちゃうから C70 とあんまり感覚変わんないのね、うん、はい次で C71 のスイッチ100、うん、スイッチ50はね20と100やっときゃいいかなと思ってね、あえてやる必要はないかと思って50をぶっ飛ばして100、うん、これがC71 の本領発揮ですな、うん、で先生ねあんまりね上手でないからこんなすごいスピード出るんだわ70に比べて。でなんとかねこうクリーンにぶつからないでね走ったこのベストタイムが7秒77、うん、やっぱり C70 に比べるとだいぶ早いわな。 C70 に比べると1秒近く早いんだな、うん、こんな感じ。お次はさっきと同じような順番で C71 のフロントに 4g の重りをつけてみた、うん、まだね先生ボディ上手に作れてないからねマスキングテープで貼り付けたわね、うん、だからちょっとずれてるかもしれないけどこのフロントに重りをつけた時のタイムがすごい6秒83、ベストタイム6秒83、1秒とまでは言わないけどかなり早いよな。しかもね操作がしやすいの、うん、とても操作がしやすい、これ気に入ったね先生ね。はい次リアに 4g の重りを乗せてみた、うん、これね見てもらえば分かるけどねまともに走れないんだわ、うん、やっぱり後ろ重くなるから加速良くなるかななんて思ったんだけど今度はねおそらく前輪がね設置して全く曲がらない。でベストタイムは驚きの、まあ、先生が下手なだけっていうのも考慮して14秒26、ありえないなありえないな、ノーマルの倍かかってるもんな、うん、全然曲がらない。これ見たらわかるでしょ、全く曲がらない。これ先生の腕が悪いんじゃないんだよ、目いっぱいやってんだよ。なんだけど全く曲がらなかった、つまりリアに重りを入れたらダメになるっていうことですね。はい次、最後は前と後ろ両方にねC70 と同じようにダブルでウェイトを積んでみた。前 4g 後ろ 4g、うん、これのベストタイムが7秒63ね。ノーマルがまあ先生の腕前だけど7秒77だったのに比べるとちょっと速くなってるよね、うん、なんかボディに安定感が出て、うん、加速は多少鈍るっていう感じはするんだけれどもなんかね操作がしやすくなりました。うん、安定感があるって感じ、これ個人的な感想ですだからねあんまり意味ないかもしれないけどタイムは少し縮んだっていうことですね。でこれが C71 型のタイム一覧ですね、うん、こうやって見るとやっぱりねフロントにウェイトを乗せたやつがねぶっちぎりで速いよね、
先生の未熟な腕前でもこんだけ差が出るんだから、まあ上手い人はノーマルとかも使いこなすのかもしれないけど、正直ねノーマルで走るとストレスしかたまんない。うん、なんかね床の素材にもよるのかもしれないけど、なんか安定感がなくて荒の方向に吹っ飛んでいくんだよね。うん、それですぐ壁にぶつかってねバックしなきゃいけないんだけど、テールランプが光るっていう構造になってるせいか、なんか2回ぐらいやんないとバックしないんだわ、 C70 と違って。で走っててイラーっとくんだよ、イラーってくんだよね。うん、それに比べてフロントに入れた時はね、操作感もね非常に楽しいしね、タイムもね早いというね。うん、先生とっても気に入っちゃったんで、これなんかねテープで貼ってんのダサいじゃない、ありえないよね、ということでフロントにウェイトを仕込んだボディを現在作っております。うん、だからボディで結構速くなるってことが C71、 ボディの工夫によってね速くなることが C71 にはある、 C70 にはなかったけどね、残念ながらね、ということが検証の結果見えてきました。ちなみにこのフロントウェイトをね手軽にね、え俺もやってみてなんてね C71 がお手元にある人は、あの10円玉な、10円玉あれね 4g か 5g なんだわ。うん、それをテープで貼ってちょっとやってみて、結構変わるから。うん、10円玉だとちょっとでかすぎるので、先生はあの釣り具屋さんで一番ちっちゃいこの可愛いね重りを買ってきたんだけれども、なんかね重りがじゃあ2個だったらどうなんのとかね、ちょっとますます検証したい気分になった検証でございました。まあね、今まで C70 を楽しんでてね、新製品出たぞーつってね C71 をね買った方の中にもね、なんか上手に走れなくて面白くないや、 C70 の方がなんだか面白いぞなんてね思ってる人もいるかもわかんないけど、 C71 はフロントウェイトで結構変わると先生は思いますんで、ぜひね既存のサーキットをねあのより楽しむために今回の検証動画を、参考にしていただけたら嬉しいななんて思います。はい、長い動画を最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。またね次回の動画でもねちょっとウェイトの検証とかね、うん、またあのねジャトラのね会長さんがね、マスターちゃんがね、あの今度ジャンプしたら飛距離なんぼなんだとかね、よくわからんこと言い出したからさ、まあ、先生ね、あの先生あのマスターのね望みは何でも叶えてやりたいと思ってからさ、うん、ジャンプ台作ってジャンプでもさせようかななんてね、うん、ジャンプ検証とかね思ってますが、次回の動画はボディ制作動画になると思いますので、お楽しみにまでしなくていいけど暇だなと思ったら見てやってください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。